はい、皆さんこんにちは、まあこんばんはの方もいるかもしれないです。はい、バリオチャンネルです。ですね、まあ、前回はね、うちの、私の夫のお店でね、ハーブのね、あやさんを紹介していただいたんですけど、今回は、まあ、なんと車の中ですね。まあ、なんでね、車の中にいるかといえば、私結構ね、週末車ホームレスなんですよ。まあ、なんでかというと、まず、夫のお店が、まあ、自宅兼なんですけど、まあ、駐車場具合っていうのもあるのと、まあ、私は現場手伝わないので、まあね、家に行っても、まあ、すぐ、まあ、隣の部屋じゃないんですけど、斜め前の部屋がお店なんですよね。だからこう、まあ、お客さんの声とかも筒抜けだったりするんですけど、まあ、駐車場が、まあ、私がね出たら、まあ、その分ねお客さんが、座れる、入れるっていうのと、あと、まあね、自分が、まあ、そういう環境にいるので、落ち着かないですよね。落ち着かないんで、まあ、週末車ホームレスというね、まあ、いろんなとこに行くというか、まあ、近場にあるんですよね。こうトイレ付きのとか公園だったりとか、まあ、あるんですけど、まあ、そういうとこにねちょっと出没したりしてます。で、今回はですね、まあ、前回なんか、YouTube で言いましたかね。ちょっと、YouTube ではちょっと流してるかもしれないんですけど、このですね、このタオル、この前ね、ジョアン の、 暮らし店っていう、防府市にあるね、イベントに行ったんですね。まあ、年に2回しかない、すごい、年に2回、2日限りのイベントに行ったんですけど、そこでね、3匹の子豚さんっていう、親子のね、マダムから、こちらのね、マダムから、こちらです、こちらのマダムから、購入したんですけど、まあ、これが本当すごくって、もうほんとぜひちょっとね、すごくいいものなので、YouTube に上げてみたいなって思いました。で、まあこの YouTube もね、本当になんか私、こうね、なんかアクセス数を増やすとか、そういうのなくって、自分のまあ自己満でやってるので、はい、まあ、見たいっていう人はいないと思うんですけど、まあちょっと自己満でやってるね、YouTube なので。で、チラシをね、いただいたんですけど、チラシを見たときに、あ、これ逆だから見えないですよね。皮膚の弱い方、アトピーでお悩みの方、乾燥肌の方、ボディに痒みを感じている方、白い粉を拭く方にはどうですかっていう、感じの石鹸のいらないタオル、不思議なエコですね。試してみませんかっていうようなチラシなんですけど、で、ここにね、まあ、話を聞いて、まあ、オーガニックコットン、でね、まあ、私もゴマタの靴下とかをね、履いてたり、重ね履きのね、まあ、健康志向だったりとか冷え性の人とかは、まあ、やったことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私もそれやってた時があったんですけど、やっぱりね、こう一足、そうですよね、やっぱり一足が1000円近くしたりとか、それをまあ5足買う、まあ、4足とかね、3足とか買うって言ったら、まあ、お金がかかるなっていうのもあったんですけど、まあなんかね、すごいいいもんなんですよね。かかとがすごいサラサラになったりとか、カサカサがね、取れたりとか、すごい良かったんですけど、まあ断念したっていうのが、まあぶっちゃけな本音なんですけど、まあこれもね、コットンっていう部分で、ここのね、裏に書いてたのがすごいなと思ったのが、こちら、今ね、現在、山口県の防府市なんですけど、防府市内の人が使った体験談を書いてたんですね。あ、これはすごいなと思って、もうリアルなね、体験談が結構出てて、なんか、死ぬほど辛かったアトピーが、ひどく、体がむくんでいたのですが、このね、タオルを使うようになって、かゆみが止まり、ザラザラが治ってきました。かさぶたも取れ、赤みも治り、肩は少し残っていますが薄くなっています。で、20代の女性ですね。今すごいアトピーが多いですよね。なんかお知らせの音が入りましたとかね。イボが取れたって返してます。イボが取れた、まあでもこれね、ちょっと薬事法に引っかかっちゃうんで、なんか取れたとかね、そういうことは言えないんですけど、使った方がこういうね結果を出したみたいです。すごいですね。
で、あ、そうそう、それでね、まあ、ここにも体験談があるんですけど、まあ、本当にね、オーガニックコットンって、ね、すごいいいっていうのは私も分かってたんですけど、まあ、試しにね、あの1個買ってみて、あの使ってみようじゃないかと思って、当日ね、まあ、これは後で2日目に買ったんですけど、こっちとこっちを買って、で、こっちのね、今使ってる、あ、これなんですけど、ここにね入ってるのがこのサイズなんですけど、これをまあ体洗うのにね、まあ、タオルだったらまあね、こうなんか使うのにこういう風に手に入れた方がいいだろうなと思って、でこれでまあ私ね、まあ、美容整体っていうか整体とか、あとまあ3年間ぐらいね、こうマッサージ、うん、まあ、ブレインリフレって言うんですけど、そういうのもね、ちょっとやってきたんですけど、あ、まあ、とりあえずね、まあ、気持ちいい、まあ、知識っていうかあるので、まあ、リンパをね、流すっていうことで、これをね、使いながら、まあ、普通に洗うんじゃなくって、こう、マッサージをね、こう、リンパマッサージ、このデコルテからやっていって、こう、マッサージです。こうね、こう、心臓に、大きいね、ところにこう返すようにマッサージしながらやっていったんですね、うん、でそしてまあ、私ねいつもお風呂最後に入るので、まあ、お風呂の、ね、湯船の中でやったんですけど、すっごい垢が出たんですよ。でこう石鹸つけてないんですよ。石鹸つけてなくって、すっごい垢がブヤーンって浮いたんですよ。これすごいわと思って、なんか垢すりってね、結構なんか中国とか韓国の方ですごいカシャカシャカシャすぐこするじゃないですか。でこすって赤が出るっていうイメージなんですけど、もうこれは本当に強く擦ってないんですよね。もう刺する感じです。もう本当にね、こうマッサージ、優しくマッサージしてあげるような感じです。もう摩擦がもう、うん、なんかもう本当にこう触れてるかなっていう感じ、もうゴシゴシしてないです。触れてるかなっていう感じでやってあげたんですね。うん、で、そしたら、まあ、その、ね、一つ赤がすごい恐ろしいほどこう浮いてきたっていうのと、あと、お風呂上がりがね、すごいツルツル、うん、したんですね。なんか本当温泉上がりのように、もう下手なそこら辺の温泉に入るより、これでね、こすった方がいいかもしれないですよ。ツルツル感すごいです。で、きっとね、これに2週間ぐらい経つのかな、やってたんですけど、一日目はね、これでこすって、で、化粧水も何もつけずに、次の日ですね、いや、どんな感じかなってこう見たんですけど、なんかすごいしっとり感があって、で、乾燥もしてないし、なんか、でももちもちしてるし、いや、すごいなと思って、なんか水分がね、こう残ってる感がすごいあって、で、まあ、もともと私ね、これ、眉毛しかね、あんま描かないんですよ。眉毛と、ちょっと一重なんで、ちょっとね、なんかちょっと中国、韓国系の顔なんで、ビューラーだけはしっかりするんですけど、他ね、もうノーメイクなんですよ。ほぼノーメイクで、まあ、たまにね、お出かけするときにこう、グロスというかリップとかつけるかなっていうのと、ここにね、頬紅とか、あとちょっと顔色が悪いなっていうときは頬紅をつけたりするんですけど、いや、私ね、今現在は眉毛、眉積みしか描いてないです。で、これをね、こうやっていったら、なんかすごいね、まあ、シミはところどころあるんですけどね、この白い皮膚のところの透明感がすごい出てきたのと、あとね、それから化粧水とかね、何もつけてないんですよ、美容液とか。うん、だけど、すごい乾燥肌の私なんですけど、なんかすごいもちもちしてるんですよね。いや、これすごいなと思って、だからこれ一本で下手な話大丈夫じゃないのかなと思って、まあ、冬場はわからないですけどね、今現在は、いや、もうほんとこれ一本で、うん、そうですね、なんか水分とかつけてないです。あ、たまにハーブとかお茶とかの出がらしですかね、出がらしをこれぐらいのね、100均とかで買ったようなこうミストですね、ミストでこうシュッシュッてしたりとかするんですけど、まあ、そんなね、どっちかっていうと自分に対してめんどくさがり屋なんで、あんまり手をかけない人なんですよね。うん、だから、いや、これでも本当すごいなと思って、で、体験して、あ、もう一つあるわ。でね、最近ね、ゆしゃんをしてるんですよ。ゆしゃんを、YouTube で、ゆしゃんっていうタイトルを見て、おーと思って、で、まあ、もともと私ね、こう、なんていうかね、シャンプーとかそういうね、リンスとかも痒くなるタイプなんですよね。まあ、きっと敏感肌じゃないかなと思うんですけど、まあでもそういうのを分かりながら、まあシャンプーとかも使ってたんですけど、やっぱりね、シャンプー使ってて、まあ、2日、まあ、体調悪い時とかね、お風呂、まあ、入れなかったりとかする時に、
あの2日とか入らなかったら結構ねもう臭い油の匂いとかすると思うんですよ。だけど湯シャンを、2週間ぐらいかな3週間ぐらいに始めて、うん、でなんか湯シャンしてる方があんまり臭くないんですよね。あの独特の油の匂いがしなくなって、あ湯シャンいいじゃんと思ってた時にこのねタオルと出会ったので、このタオルをあの湯船にねこうつけた時に頭こう頭皮をこう洗いながら髪の毛もねこうやってこうやってねやりながらあの洗ったんですよね。こう湯船で一緒にねこうやって、ほんでねこう洗いました。で洗ってまああの乾かします。でかドライヤーした後に髪の毛をこうスーって触ってみたら、うわもうなんかリースしとるじゃんみたいな感じになって、あの私ね結構髪の毛の量も多い、すごい種類ですねこれ、あの髪の毛の量も多いんですけど、あの結構ねあのシャンプーとか リンスとかがなかったらごわつくっていうかパサつくタイプなんですけど、ほんとこれ一本でもリンスシャンプーリンスいらずだと思いました。でそれからずっとやってるんですけどね、もうほんとすごいですよ。こうさーっと通ります。なんかあんまり本当にね結構もうなんかシャンプーとか逆にしてた時の方があんまりこう入りにくかったりとか、こんなにスーって綺麗じゃなかったんじゃないかなって思います。うん、いやこれすごいなと思って、あの湯シャンもねすごいおすすめですよね。まあ、シャンプーいらないしエコですよね。もうこれ使うだけで石鹸もいらないでしょ、シャンプーリンスもいらないでしょ、うん、すごいエコです。であとねあのすごいねここの体験談とかにもねこう皆さん書いてるんですけど、すごいなと思ったのが、あの私ね10年前ぐらいかな に左足の膝下、まあ、弁慶の方ですね、まあ、こう膝が足のね左膝がここにあったとしたら、ここら辺がねなんかある時冬場すごい痒くなったんですよね。でそれからなんかある時期になる、まあ、きっと冬場だと思うんですけどになると痒くなるので、まあ、無意識にこう書いてたんですよね。で書いてたらこれぐらいの間ねこうなんかアトピーみたいな感じで書いた跡が治らなくなって、こうちょっと薄いかさぶたみたいな感じになってたんですよね。でそれがずっと気になってて、まあ、ちょ周りの人に何人か言ったらね、いやだからそれって老化らしいよとか、まあ、いろいろ言われたんですけど、まあ、病院を行くわけでもなく、まあ、たまにそのオイルだったりとかを塗ったりとか、ね、してたんですけど、まあ、ちょっとね年々こうこの広がりがね、最初これぐらいだったのになんかもう最後これぐらいちょっと広い感じで、あのちょっとまあアトピーみたいな感じになってたんですけど、なんとこれを使ったら、まあこのねあのひどさが症状が10だとすれば8割は消えました。であと2割ぐらいはうっすら残ってるんですけど、皮膚がすごい綺麗になりました。いやこれはね素晴らしい、素晴らしいです。で1日目、あそのね弁慶のは、まあ、使い出してから分かったんですけど、もう1日目でいやこの体感すごいっていうことで、2日目行った時にもキープしてねもう1個買ったんですよ。でもう1個買いながらこうマッサージをこうしながらですね、まあ、最初デコルテをしてマッサージを流しながらねこういう風にここら辺とかあの胸腺とかをねこうやったり、お腹のマッサージしたりとかして、でもこの首ですね、首とかねここら辺のあのリンパをね流しながらあのやってるんですけど、いやこれすごい重宝します。これは素晴らしいです。うん、あのすごいおすすめなんでね、ご紹介したんですけど、でこれってねまあ、こちらの地元の販売されてるね方から私は購入したんですけど、まあ、ネットでも買えるよっていうことで、あの検索したらねアマゾンさんでもね、うん、あって、でその他ね私はあの布ナプキンがあったので、あの他にもね布ナプキンって使ってるんですけど、まあ、こちらのね布ってねやっぱりあのコットン、うん、あのちゃんとやっぱりね糸ってすごい大事で、私昔タオル工場を勤めてたので糸とかもすごい分かるんですよ。こう触った瞬間にあこれいいやつだとか分かるんですけど、やっぱりねこれはまだ使ってないんですけど、またこれを使ったらまた動画にしたいと思います。でもね布ナプキン自体はねすごいあのいいもの
なので、まあ、ただね、こう面倒くさかったりとかする人もいるかもしれないですけど、体にはすごいね、あのいいものなので、でね、こういうふうにね、Amazon で検索したら、こういう世の中にね、いろんなタオルが出てきます。うん、Amazon でも購入できるみたいですが、これはね、すごいらしいですよ。うん、で、甲府市のね、方だったら、ね、ここのコーヒー屋さんですね。ノエっていうコーヒー屋さんです。スペシャルティーコーヒー豆専門店ですね。あの、甲府で言えば、どこのサンドイッチ屋さんだったっけ、あの、ど忘れしたわ。あの、有名なサンドイッチ屋さんがあるんですよ。あの、あ、名前が出てこないな。あの、そのね、サンドイッチ屋さんの、後ろにあるお店って聞いたんですけど、あの、ここのね、はい、甲府市中央町 6-37 を、うん、大林大林寺マンションか、の107のね、コーヒーの絵さんかな、うん、ここに行ったら、まあ、あの、私もここでは買ってないのでわからないんですけど、あの、商品が置いてるみたいです。うん、で、本当ね、これはすごいなと思って、で、あ、もう一つね、すごいのは、あの、これをね、あの、これってなんか最初ね、細かいなって書いてたんですけど、ここには書いてないか、あの、水分の吸収力が100以上何パーセントって書いてたんですよ。で、あ、じゃあ下手な話、洗うじゃないですか。洗って石鹸で、洗って絞るんですけど、その後に硬く絞って頭をこう拭いて、体も拭いたら、いや、タオルそんなにいらんじゃんって思ってやってみたんですけど、もう一拭きで水滴が取れます。いや、これすごいなと思いました。だからね、あの、お風呂上がった時にバスタオルじゃなくって、あの、ハンドタオルっていうか、普通のタオルありますよね、こうこうね、普通のタオルでもうこう拭くぐらい、うん、でいいですね。バスタオル逆にいらないですね。はい、思いました。で、これすごいです。で、水分が、お、ね、髪の毛長い人とかはこう水分吸収するじゃないですか。だから吸収したらまたこう絞って、で、あの、拭いてってやったら、まあ、私はね、2回ぐらいで、頭と体、あ、3回ぐらいかな、頭が2回ぐらいと、あと3回ぐらいこう絞ったら体も全部拭けます。うんですね。いや、これはね、すごいです。で、いや、私思ったんですよ。いや、これだったら、いや、100均とかに、こう、麺のね、あるじゃないですかって聞いたんですよ。あの、そこのマダムに。そしたら、いや、試してみたんですけど、全然効果が違いました。っていうことで、まあ、あの、みんな思うことは発想すること一緒なんですね。うん。あの、だから私も100均で買って試そうかなと思ったんですけど、あ、まずね、私の家にあるわ。うん、100均で買ったやつがあるんですよ、麺の。うん。まあ、ちょっと今度試してみようかなと思うんですけど、あ、でもね、もう全然違うから、やっぱりそうですね、違うと思います。きっと布自体がすごい全然違うんで、うん、なんかもう生きてるって感じですね。うん、いや、これはすごいです。うん、で、私、あの、これのね、あの、買った方とかは、あの、使い方とかもね、書いてるみたいなんですけど、あの、まあ、このタイプはね、こういう風にこう、なんか紐がついてるので、あの、洗濯機で洗ったらこの効能がすごい、あの、落ちるそうなんですね。なんで、終わった後に必ず石鹸で、洗ってあげて、で、それからもう干しておくのでいいよって言ったので、洗濯機でやるのは NG みたいです。あの、すぐこうやられるみたいですよ。で、私はね、洗ったら、あの、ちょうどお風呂のところにこう窓があって、窓のところにね、こうクリップをね、2つピッて止めて、で、そこに引っ掛けて、あの、干してます。うん。そしたら、あの、戸をね、もう網戸にして開けてるので、もう、朝方になったら、もう、こう、カラッカラに乾いてます。もう、それで十分だって、ね、言われてたので、うん、いいかなって思います。いや、これはね、すごいです。いろんなバージョン欲しいんですよね。ネットで見てたらね、いやー、これはね、なんかいろんなね、ちょっとバージョン、うん、ちょっと一個ずつ増やしたいなって思いました。で、あ、そっか、これを、このタオルを、だからこう枕カバーとかにも、なんかあったかな、うん、いいかもしれないですね。はい、っていうことで、ね、こちらの商品ですね。名前がね、和防腐で検索、
ググってもらったらね出ると思います。うん、いやこれはねすごいなと思いました。あーやっぱ素晴らしいですね。うん、なんかちょうどねこういうのを探してたんですよね。うん、あのここにね大きいシミがあるんですけど、このシミをねちょっと今素手でなんとかしようかなと思ってたんですけど、いやちょっとこれがあるんだったらちょっとこれでねちょっといろんなことをこうしながら、まあね、心の部分も老化なんで結局結構ねこういうとこってね押さえたら痛いんですよね。うん、ねこういう風の老化だったりね、まあ、内臓だったりもするんですけど、うん、ちょっとねまあやっぱりねこんなちょっと中国系韓国系の顔しとってもやっぱねこういうのはちょっとね年々気になってくるんですよね。うん、ちょっとこれでね様子を見たいと思います。はい、ということで今回はこのラボーフの石鹸のいらない不思議なエコタオルを紹介しました。はい、興味がある方はインターネットで調べてみてください。またねー、ありがとうございます。